きっと消えない今日は言えない。堀さんですよね、一組の。あなた同じ学校？何言ってんですか、同じクラスの宮村ですよ。なんか最近セットをよく見るね。あいつは予想外。きっと消えない今日は言えない。最近堀と仲いいよ、付き合ってん。おい次体育だぞ。そっちに非があるなら謝ってほしいだけなんだ。堀さんは宮村くんの彼女？石川くんは堀さんが好き。宮村なんか楽しそうだし。なんか私以外の人に宮村のそういう格好とか見てほしくないな。堀さん、俺さ、堀さんのこと。なんであんたが私の株とか気にすんのよ。堀さん、言わなくていい。宮村は誰のものでもないでしょ。変だけど嫌いじゃねえ。お前はちょっと不器用なだけ。友達なのかな、これって。誰しも他人には見せない一面がある。私たちは他人には見せない時間の共有者になった。堀宮、1月9日より放送開始。